ドイツの、フランクフルト、フランクフルトからちょっと南下したところのディーツェンバッハという、森に囲まれた町に、住んで拠点をそこにしまして、演奏活動をしています。ピアニストの、江尻奈美と申します。去年ですね、はい、エクセルションの皆さんがドイツの、ゼルゲシュタトというところの、はい、立派な夏の音楽祭で演奏なさいまして、はいはい、でそこはたまたま私の住んでいるところの近くだったものですから、そこに聞きに行かせていただいて、でもう学生時代東京、日本での、私の音楽、音大生のところからも、はい、存じてはいたんですけれども、それ共演もしたことはありますけれども、また時を経て去年その演奏をドイツで聴かせていただいた時にも本当に感銘を受けまして、はい、ああそうですか、素晴らしいなと思って、いろんな活動、積極的な活動ですからね、はいはい、でもう何か演奏一緒にさせていただけたらいいなというふうに、はい、そういうことをきっかけでファムラにお迎えになることになったわけですか、はいはい、そうです、はいはい、まあ、ハムラでのコンサートもリサイタルも何度かさせていただきましたし、はい、チャンスを作って、いろいろチャリティーコンサートとかもありましたし、立派なホールがあるもんですから、はいはい、そこで演奏させていただきます。曲についてもちょっとご紹介くださいますか、はい、そうですね、はい、ピアノのソロもありますし、バッハ・ブゾーニのシャコンヌとかもありますけれども、はい、弦楽四重奏 の, ソロも少し、モーツァルトのハイネクライナナフトムジークの断片ですとか、ボロディンの弦楽四重奏、そのとっても綺麗なノクターン の,、はい、第2番の三楽章のノクターンというのも、はい、弾いていただいたりして、そしてピアノの、メンデスゾーンのピアノトリオの、一番の一楽章というのも弾いて、そして後半はブラームスの、五重奏、ピアノ五重奏クインテッド、はい、F モールをみんなで、かなり盛りだくさんですね。盛り欲張っていろいろ、はいはい、でもとても素晴らしい曲が並びますからね、はい、もう楽しみです、はい、あそうですか、はい、あとその後ですか、上村さんとなさるコンサート、はい、それについてちょっとお話しいただけますか、はい、そうですね、このコンサートに前後しまして、この前に京都で、はい、青山音楽記念館の素晴らしい、はい、それまた素晴らしいホールで、それからここの東京文化会館のショーホールで、はい、上村龍さんとリサイタルをさせていただく、もうそれも本当に盛りだくさんのプログラムですけど、また全然違う、はい、コンセプトの、プログラムで、はい、それはでもあれですね、ドイツとしての本当に、うん、なんていうか、はい、重みのある、はい、プログラムじゃなかったですか。そうですね、もう上村さんとはそのシューマンの2番の、はい、そなたのもう、まあ、一応メインというか、そしてまたルクーのね、はい、そなたで始めるということで、それからクララ・シューマンの3つのロマンスもありますし、はい、そして竹目先生 の, 曲、そして最後にブラームスのスケーツをということで、たっぷりなんですけども、本当にもう弾けば弾くほどドイツでもリハーサル重ねましたし、はい、日本で も, もう本当に2人で曲を練ってやってますので、本当に聴、はい、いていただくの楽しみにしてます。弾き応えのある曲目ですね。はいはい、弾き応えはい、ちょっとでもあれ、ドイツにいらっしゃると日本語難しくなりますか。います、もともとあんまり日本語上手じゃないんですけど、はい、でも夢はどちらで見られます、ドイツ語で夢見られます、日本語です。そうですね、最近ここ数年はドイツ語でも見るようになりましたけれども、はい、はい、あそうですか、はい、まあ、でも日本の活動もね、やっぱりこれから広めていらっしゃらないといけないから、はいはいはい、そういう意味でこのコンサート、はい、とても素晴らしいコンサートになるんじゃないかと思いますね、うん、そうですね、まあ、ドイツでは、まあ、演奏会はたくさんというか、まあ今のところ、随分活動してらっしゃいますからね。そうですね、それと、まあ、家庭とのバランスと、それからだから以前はね、もう一人目の時は日本にね、何回も帰ってきて、もう好きな時に、はい、弾いたりリハーサルしたりしてたんですけれども、はい、そういうことは叶わない、だからその毎回毎回日本に帰ってくるその時の意義といいますかね、重さというのがまた、はい、違った意味を持ってきてますので、はい、
大切にしていきたいと思ってます。お嬢さんおいくつでした？7歳と4歳です。お二人ともお嬢さんですか？はい、そうです。そうですか。7歳と4歳だったら、はい、お母さんもうすぐ大事な時期ですよ。そうですね。ありますよね。それと演奏とうまく、はいはいはい、うん、そうですね。で、まあ、その家庭持ちながらそれから子供、はい、そのできてね、その出会い、ま、だったんですけれども、はい、でもその出会いがあったということはまた別れもあるんだなということで、また新しい人生が始まりますもんね。そうですね。始まってまたそれもまたあって、その後また別れが来るということが当然なんですけども、はい、実感しましてちょっと、その以前シューベルトの、ね、CD を録音した時に、はい、ドイツのゲニューインというところでしたんですけども、はい、シューベルトの21番ソナタとか、はい、その時にちょうどそんなことを感じてたんですよね。その幸せいっぱいでいいはずなのに、なんかそんな、それで、あ、今録音したいなとかいうことで。その時ですか、はい、ディアベリでしたっけ？そうですね。まずそのシューベルト、ディアベリの指示出された時にもなんかそんなこと書いてらしたんじゃなかったですか？そうかもしれません。どこかに入ったんですけど。じゃあその CD の話もそこでなさったらどうですか？そうですか、いいですか、はいはい、CD はゲヌインとドイツのライプチックの、はい、にあるレーベルなんですけども、はい、そこでフランス、シューベートの、CD、はい、それから、その2年後にはディアベリーバリエーションの、はい、ベートーフェンと、それからその他の、はい、作曲家10人ぐらい入れたその CD を作らせていただく機会がありました。作られたわけですね。そうですね、はい、2年ぐらい置いて作らせていただいて、もう本当に素晴らしいチーム、その録音技術の方と意気投合しまして、でゲバンタウスのあそこのメンデスゾーンホールという、はい、ショーホールとか、はい、ベルリンのテルデックの、はい、スタジオで歴史のあるところで、はい、使わせていただいて、はい、まあ、日本でもレコード芸術で特選いただいたりとかして、聞いて、いただいている方にはいただいて、日本でも、売ってますよね。そうですね、 CD ショップ行くと、はい、はいはい、一応置いたはずなんですけども、まあ、コンサートの会場、はい、会場が一番買えますからね。はい、はい、そうですね、はい、そんなのとかで、そう、はい、まあ、これからの活動についてちょっと最後にお話しくださいますか？はい、はい、ですね、2018年も、まあ、コンサートの活動、その、はい、ソロもありますけれども、まあ、ドイツで室内楽の、ね、仲間、そのフランクフルト放送協の仲間としょっちゅうやってまして、はい、そういうヘッセン州の、はい、ホールでのコンサートシリーズとか、はい、あと、まあ、ウィーンにも室内楽の仲間がいまして、そこで、はい、やったり、またちょっとコロンビアまで行ってリサイタルしたりとか、それから、そうですか、そうですね、あと地元 の、 そのディーツェンバーというところで、ちょっと主人と一緒に小さな、まあ、音楽祭というか、そういうものも 2,3 年前から企画してますので、ご主人もミュージシャンなんですか？ミュージ、まあ、ピアノ教師というのもミュージシャンですよね。そうですか、はい、で、まあ、いろいろそういう人、その音楽を通して交流することが大好きで、まあ、いろんな意見交換しながら、これからまた発展させていければいいなと思っているところなんですけど、はい、わかりました、はい。